まあでもエルカンターレは銀の本尊みたいな感じなわけなんですよね。ああ、そう、名前聞いたことある。エルカンターレ。なんなんですか。別に銀河系のなんか。いや、宇宙の創造神ですよ。宇宙の根本の仏。仏であり、神。バンドスを作ったみたいな、そういう。あで、それが大川流。自ら そこまで行っちゃってるわけですね。で、どういうふうに今日やるかというと、まあ、明日のやっぱ想定した形の中でやりたいわけですよね。どんな形になっていくかっていうことを。なので今、まあ、資料を今日作りつつここまで来たんだけど、ちょっとその資料の中で僕の中でこう想定した形の中での応対の中でね、いや、まあ、そこを組み立てていきたいかなって思うんだよ、まずはね。ざっくり言うと、要は、信者に大川隆法の絶対性をどん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 浸透させていって、そしてあらゆる形で金を巻き上げてるっていう、もうそれにつきますよ。その金の集め方がもう本当にありとあらゆるやり方だよね。本尊も何段階もあって、そのたんびに、まあ、格付けて次の本尊、次の本尊っていう、で最高級なのも200万とかなんかで、まさにエルカンターレドのこのっていうのはね、そうやって持っていくんだよ。であとなんとか祈願とかさ、はい、いっぱいやらせるんだよ本部で、はい、なんとか祈願、まあ、もう何でもだよ。なんかあれも、なんか英語上達祈願とかそういうもう何でも祈れるって。それ大川隆法一人がやるんですか。いやいや、何か息子さんみたいな、あるレベルの人たちがきっと当然それをやるんだと思うんだよね、うん、まあ、いわゆる会館職員だよ、うん、まあ、出家だから、出家って呼ぶんだよね、在家のくせに。要は教会から金、給料もらう連中は出家者なんだよ。今回だから清水文香が在家で今まで隠れ信者だったけど、二世信者だったけど、カミングアウトして、で教会の出家するって言ったよね、うん、でこれからは教会から給料もらう立場になる、うん、から教会のもう布教活動の、ひたすらそれに挺身する。だそういうランクがあって、きっとそのある程度のレベルの人たちがそのご祈願とかだから、それもあれなんじゃない、そうそう、値段が違うわけだよ。特別なご祈願となるともうそこでまたむしり取られてって、で今ね、俺の方にも一応今日までに調べたことはアップしときました。なんだ、法論文章の中ね、まあ、一つ一つね、だからまあざっくりまあ前提を言った上で、どっからいっかね、教義的にね、これね、俺もう内容証明でこいつに送ってんだよね、昔。で、内容証明の内容はね、まあまあ本当に教義的な内容なので、なんつうのか、まあ、一点ね、今回その新しく調べた中で、その大川隆法に対するやっぱり今まで何回かとこの幸福の科学の合信者と、まあ、あるいは布教師とね、接点持って拝借したんだけど、まあ、とにかく浅井松永と同じことなんですよ、この思い込み方は。だから検証会員にとっての浅井松永先生っていう捉え方とほぼほぼこの心は等しい、同じ捉え方だね。そう理解してもらえばいいんだよね。だからその大川隆法が、おかしいんだっていう、あなたが思ってるような存在ではないんだっていうところを突き崩さないことにはね、おそらく我々のこう専門的ないろんなこの競技でぶつけてもあんまりピンとこなかったかもしれないですね、うん、この僕が送った内容証明ってのは割とその日蓮大聖人を指導霊とかって言ってるんだよ。で日蓮大聖人の霊言も、日蓮聖人の霊言とかっていうのも勝手に言ってるわけだな、自分に乗り移ってきて、であたかも日蓮大聖人になりすまして好き放題なんて言ってるわけだよ。だそれの矛盾をつくような内容 の大聖人は
な鎌倉時代そんなこと言ってませんよと、うん、今あなたが言ってるようなこと言ってませんよっていう、まあ、簡単に言うとそういう内容の内容証明だったんだよね。で、まあ、信者に見せるもんじゃなかったから、まあ、これはこの時の、まあ、精一杯のなんだけど、僕はその後に結局大川隆法がブッダの最短であり宇宙を作った根源 の神であるっていうふうにもう信者たちは思い込まされてるわけだよ。で二重次元もあるんだそうでね、この世は。でそんなことはもう本当に荒唐無稽なことを、誰かが降りてきた、天正大臣が降りてきた、誰それを降ろしてきた、片やそこら辺にいる芸能人の守護霊が降りてきたとか、で好き放題言ってるわけだよね。でポイントはさ、いやこれは見方変えればいわゆる一種のこう狂人、精神がおかしくなっちゃった人が好き放題に喋ってるのとどこが違うんだよっていう話じゃないですか。要はその根拠がないわけだよ、それを証明するね。でその一つのポイントとして、そのおよそブッダの最短っていう、まあ、仮に言うならば、そのブッダそのものがね、その何らかの、なんですかね、小さい時からブッダであるっていう、その悟った人であるっていうことをね、証明までいかないけど、その傍証となるような伝説伝承は伝わってきてるわけじゃないですか。でその、まあ、大きな一つの例は、まあ、確かに生まれて直後に七歩歩まれて天上天下唯我独尊ってこういうふうに言った伝承とか、まあちょっとにわかには信じがたいっていう、まあ、いろんな説があってね、これも結局釈迦教団がブッダをその、まあ、神格化するために後々作り上げた伝承ではないかっていう、まあ、当然そういう見方もできますよ、冷めた目で見ればね。でもそうは言ってもだよ、もう一つは足田仙人がね、まあ、足仙人とか足田仙人って言うんだけど、足仙人が、もう 老人ですよ。それがそのブッダの誕生の噂を聞いて遠くから訪れてきて、そしてこの抱き上げてさめざめと泣いたっていうね。それはなぜあの仙人は泣かれるんですかと、祝福、まあ、祝福もしたんだろうけど、なぜ泣かれるんですかって聞いたら、この方は、まあ、泣かれる、まあ、この方はその必ず後に悟りを開く方となられるだろうと、だけど自分はもう年取っちゃってるから、その悟りを開かれるところまでは生きておられない、それが切ないんであるっていうような意味のね、そういう、これはもう、まあ、一種の伝承として残ってるわけです。まあ、ずっと伝わってきてるんですよね、まあ、ここのとこね、まあ、それも一つの反証、真面目に、相手が真面目な人間だったら、これを一つの、大川隆法さんにこういう伝承ってあったんですかと、誰も、幸福の科学の人だけが大川隆法はブッダの最短だって思い込んでるだけで、一般世間の人が、その一般の客観的にものを見てる人たちがね、少しでも耳を傾けるような、そんな逸話とか話とかは全くないじゃないって、東大出た普通の、普通の人ですよ。突然なんかバーンみたいな、そう来たんです。まあよく言う典型宗教ですよ、はいはいはい、福永方言もそんな感じ。そう普通に生きてきた、普通に受験して、普通に東大に入って、それで、まあ、なんかどっかにその来歴書いてあったけども、で、ある時、いい知らせっていう、カタカナで、自動書記が始まったんだって。で、それが誰が降りてきたかったら、日光商人っていう。もう、だからさ、ね、さっき言った、狂人が言ってるのと、それから、どう違うんだっていうことじゃないですか。でブッダだって自分が悟ったってこうおっしゃったとこだけを切り取れば、確かにどうなのよと、狂人なのかどうなのかわからない、だけどその説かれてる内容を追体験してった修行者たちに同じような結果が出てったってことじゃないですか。このブッダって悟っていく、
ブッダってのはそもそも個人名じゃないからね、各者って意味だから、うん、ブッダが言うてみれば、悟るためのノウハウを説いた、その通りを実践した人がブッダと等しい境地になっていったっていう実証例があるわけだよね。で、その今言ったそのお生まれになった時のそういうこの足田、まあ足田仙人の話だけど、釈尊が生まれた時その将来を占った仙人と、釈尊が誕生の時父の常盆脳は占い師を集めて大使の将来を占わせると、32層を愚しているので家にあっては天輪女王となり、出家すれば仏になるだろう。足田仙人が大使を占うや涙を流して泣き出すのですと。常盆の王が尋ねると、天元で占いまさしく仏になられ法を説かれるであろうが、自分はすでに、万母っていうの、もういい年、相当年取っちゃってるから、法雨に釈尊の子を説かれる法の雨、ね、に欲することができないので悲しみ嘆いたのですと足田仙人は言ったというと。これは大聖人様も御所にあるんですね。足田仙人が知った大師の生まれさせた玉石を見て悲しんで曰く、現象には九十に余れり、大師の浄土を見るべからず、御所には無色界に生まれて50年の説法の座にも連なるべからず、肖像末にも埋まるべからずと嘆きしと、戦時章になってますよね。要するにこの、まあ、自分はもう90歳だから、釈尊がこの悟りを開かれる浄土をこのつぶさに廃することはできない、それも悲しいし、自分はある程度悟りの境地に行っちゃってるもんだから、今度は亡くなったら無色界に生ずるので、うん、この限界に降りてこないっていうことですね。だから会えない、そして50年間のその御説法にも連なれないと。そして今度はまあ無色界に生じちゃうから、消防時代、造防時代、末法という時代にもこの、まあ、人界っていうかな、この生臭い人界の社会にはもう出てこない、ほどほどの悟りに達しちゃってるというかわいそうな話ですけどね、うん、でそれで嘆いたという。で大川隆法にはそのような伝記が全くないではないかと。だからその単なる古代妄想郷と一体どこが違うのかっていうのをちょっと証明してくださいよっていう一つのな切り口としてね考えたわけですよ。やっぱり商人、本当にこの商人っていう方々が出現するにはね、何らかのやっぱり予想が間違いない、その先物の予想とかさあるわけじゃん。だから大商人様は まごうことなくその法華経、お釈迦様っていうこの地球上でいう先物、先の仏様がちゃんと予想してたわけだよね。その全てのベクトルを交点を結ぶのは日蓮っていう方しかありえない、世界史上ありえないっていう。だから日蓮大聖人が言い出されたことは単なる古代妄想郷っていうことでは絶対ありえないっていう確実な裏付けがあるじゃないですか、うん、大川隆法さんは何なんだっていう、うん、そこですよね、まあ真っ当なまず話からね、うん、でこの辺からその相手がどういう既婚の人かなっていうことで、もうあとは何ですかね、全ては将棋と同じで、うん、この乱戦になってくるわけだね、うん、そういう手で来たかっていう。で俺の持ってる定石はもうここまでなんで今回で、まあいろんなことをね、だからいろんな形にこう動いても大丈夫なようにですね、